ダースベイデリアーナチャレンジの6ヶ月の記録です。ダースベイデリアーナなんですけど、前回植えた時に葉っぱが若干折れたって言ったと思うんですけど、その部分の葉が若干曲がってきたし、下に綺麗な葉が出てきたのでその葉は切っちゃいました。で、今下から出てきた葉が1週間ぐらい前は真っ赤だったんですけど、真っ暗になってきてとてもいい感じになってまいりました。もともとあった葉は若干穴が開いてますね。けど全体的には黒くなってきていい感じです。後ろの底梢部分なんですけど、あまり乾かず1ヶ月で2回全体が湿るように霧吹きしたぐらいで、それ以外は何もやってません。割とこの方式今のところは順調です。このまま新しい葉が展開して大きくなってくれるかですね。だいたい3ヶ月ぐらい経ってどうなったかというと、見事に枯れてきましたね。ダースベイデリアーナ溶けるという噂でしたけど初めて見ました。なかなか盛大に。これは溶けてるっていうよりもカラカラになってるので根の方の問題かもしれないですね。ただ問題は新しい葉は元気だってことなんですよね。それで環境を変えてみるためにファンを設置しました。サーキュレーションファンを一番弱い設定で常時回す設定にしました。それから3ヶ月経ってどうなったでしょうか。あれ、最初と何も変わってないというかひどくなっているというので驚きの結果になったんですけど、これは前回とは違って溶けてますね、周りからなので。で、ファンを回しても様子は変わらなかったので、ファンを取って1ヶ月ぐらい置いておいたんですけど全然変わりません。で、また前回と同じなんですけど新しい葉は元気なんですよね。なので思い切って環境を大きく変えます。出して見てみると根があまり張っていませんね。で、葉差ししておいたものなんですけど、こちらは下の方は溶けてるんですが、先ほど育てていたものより元気ですね。で、出して見てみるとですね、ネオグラスエアで育ててたものと比べて違うのはこの赤い太い根っこが張ってるんですね。半年目までの結果を見て考察していくんですけど、これまでに分かったことは、アマゾニアに植えていると身体を繰り返して状態が変わらない。で、葉差しで瓶に入れているものも一部溶けたりと一進一退で状態は変わらず、実は元々の株の根っこの葉っぱの全くなかったものをミスティング環境でも育てているんですが、そちらも葉が出ては溶けというので一進一退で全く同じ状態ですね。ライトの影響に関しては弱い環境、強い環境、その間ぐらいの環境といくつか置いているんですが、あまり変わらないんですね。用土に関してはアマゾニアだと根をあまり張ってないんですけど、水苔だと赤い根っこが出ている。あとファンを回す実験をやったので若干乾燥気味になっていたんですが、その環境でもミスティングしている環境でもガラスポットに入れている環境でも調子はそんなに変わらないんですね。ということでまとめてみると、温度や湿度が変化するのが良くないんじゃないかなと思いました。あとアマゾニアがあまり育たなかったことから不栄養な環境は好きじゃないんじゃないかと思いました。それでどうするかというと、環境の変化を一番抑えられる状態って何かと考えた時に、水が溜まっている環境がいいんじゃないかなと考えました。なので水を溜めて、その上でダースベイデリアーナを育てる。あとはソイルをやめて栄養がない環境とちょっぴり栄養がある環境を作ってみようということで、キリウスナとピートを混ぜたもの、あとキリウスナだけのものを用意して育ててみようと思います。ということでこういうものを設計してみました。従来の謎の鉢のような何かと比べて厚みがあるタイプですね。用土をそこそこの量入れたかったのでこういう風にしてみました。あとは植えた後にソイルが出てこないようにできる蓋が付けられます。
桐生砂とピートを混ぜたもの、桐生砂だけのものを作っていきます。まずもともとネオグラスエアに入れていたダスベデリアナ、こちらは桐生砂だけを詰めてみました。桐生砂だけだとほとんど栄養がなくて鉄分が多いと思います。こんな感じです。結構たっぷり入りました。あとはここにピートモスを混ぜて、あと腐葉土も少々混ぜました。空気清浄機がピートモスのホコリに反応しました。でこの3種を混ぜたものを詰めていきます。こんな感じになりました。水をジャーッと流してきました。だいぶチリっぽいものが出ましたね。前回まではネオグラスエアの20、20、30をでっかくなった時用に備えて使ってたんですけど、でっかくなるかももはやわからなくなったので15、15、25を使います。ここに先ほどのパチを2つかけるだけですね。右側が桐生砂だけ、左側が3種混合のものです。溶けたり欠けたりしている葉は切りました。で水をためて、これで蓋をして湿度おそらく 100% 近い、そして水分が蒸発しても常に水があるのでおそらく環境が変わりづらい、あと水が溜まっているので温度の変化もそこそこ干渉力があるんじゃないかなと思います。この環境でどうなるか分かりませんけどやってみます。ダスベデリアーナ、聞いていた通りなかなか難物で面白いですね。じゃあバイバイ。